ディクさんの特筆すべきところなんだろうけど、強い光をうまく消してくれて眩しさがなくなりますよね。都会走ってても横から赤っぽい光がバーって出るときなんかも、あのビルのないところではすごく明るいんだけど、ビルの影に入ったりすると急に暗くなったりする。そういう時もその割とレンズが薄くて偏光だっていうのでだいぶ助かってるんじゃないかっていう気はしてます。山陰に入って今まで日が当たってたのが急に暗くなったとか、そういうあの光の変化に強い気がしますね。トンネルなんかでもですね、濃いサングラスだと配達にすごく暗くなったりして、ディクのサングラスってあの濃淡差が少ないっていうか、極端に視界が黒くならないし、運転してる時のメリットになってますよね。フレームとレンズを一社で自分のところで両方作ってますよね。それってやっぱり一番合わせやすいっていうか、フィッティングもすごくいいと思うし、車の、ダッシュボードのメーターのデザインが気になるようなもんで、フィールが良くて機能的にも良くて、あとデザインも自分好みの、その辺も車選びとあの関係は大いにあると思います。大きなポイントとしてはやはりあのプラスチックレンズではなくガラスレンズを使っているっていうところ、このサバエデシューさんが持っている独自のガラスなのに薄く軽いと、デザインとしてはいかに日本人の骨格に合ったレンズ形状にするかにこだわりました。このカーブがわずか 0.5mm、それ以下の寸法違っただけでも全然印象が変わってきますので、スケッチ CG で検討しまして、プリントしたラインっていうのをまた書き直して、数多くのレンズの形を作成し、試作をいろいろな人にかけていただいて、イメージに合ったものかどうかというのを何度も繰り返して、このラインっていうのを決定していきました。フレームはドライブのためのサングラスにふさわしいものにするため、軽く強度のあるチタンを使用しています。回転するヒンジ機構っていうところは、車のブレーキパッドからシャフトのとこまでの部品っていうものをこうモチーフにした形状なんですけども、こういう機構を使っているメガネサングラスというのはおそらく世の中にはないと思うので、かなり大きなチャレンジだったんですけども、それを乗り越えて理想のデザインにたどり着くことができました。これはサバエというところで長く培われた技術の賜物ではないかと思っています。単に技術があるっていうことだけじゃなくて、そのサバエにいる人のメガネサングラスに対するものづくりの姿勢とか気持ち、作り手さんのそのものに対するこだわり、妥協なく最後の最後までやり遂げる、そういうものもやはりトップクラスなんだなっていうのは感じました。ドライブ、そしてそれをエンジョイ、楽しく、エンリッチ、すごく価値のあるものにして、コンフォタブル、快適、より魅力的なものにしてくれる。DEEC、ドライビングサングラスといえば、ディークですねと言われるぐらいのものまで持っていきたい。車自体が好きで、車を運転すること自体が好きだから、どんな状況であれ、とりあえず車を運転してれば楽しいんですけどね。車のない、世の中は考えられない。使い捨てではなくて、長く愛着を持って使用してもらえるものにする。自分の人生に必ず隣にいるもの。リークっていうのは、開発に関わった全ての人が長い時間をかけて、思いを込めて作ったサングラスです。それは、サバエっていう土地で今まで培ってきた高い技術の全てのものが詰まったサングラスであるということが言えると思います。